トレンドリンクトレリンのコーナーです今日はお花の話題なんですが皆さんはマムという花をご存知でしょうかマムとは日本では身近なあの花だったんですそのマムとは何でしょうか今回はエビノシの園芸農家稲田さんのハウスにお邪魔しています行ってみましょうこんにちはあのこちらにマムが あると聞いて、やってきたんですけれども、マムって、何でしょうか。えっと、ここにあるのが、全部マムです。菊ですか。はい。へえ<ー>。マムとは、菊のことだったんです。世界では、菊のことをマムって言っています。日本では、一般的に、ヨウギクのことをマムというそうです。 菊の栽培を始めて28年の稲田さん当初はお供えなどに使う菊が中心でしたが現在はおよそ7割が洋菊です単純に50種類以上は洋花としてアレンジで使うんだったら一つの品種じゃなくていろんなカラーいろんなタイプの花姿っていうのをたくさん作った方が選ぶ方も楽しみができるし。 使い方も自由にできるっていう部分があるんで気がついたらこんなたくさんの種類になってましたさらに稲田さんの力作がこちらにあるそうなんですおすすめがあるんですねはい実はこんなものもなん、はい、でしょうかなんでしょうかおお。すごいこれは綺麗ですねこのカラフルな

この菊って本当に幅広くて魅力がいっぱいありますよね、はい、難しいことは考えずあの綺麗だと思ったものを手に取って飾っていただければ嬉しいかなと思っています今月9日は徴陽の節句菊の花を飾って健康や無病息災を祈願します九月九日徴陽の節句にちなんでエビの市のいろんなところに花が飾ってあるので お立ち寄りの際はぜひ見,見ていってください。